AK-107 は 5.45X39mm 弾を使用する AK-100 シリーズのロシア製アサルトライフルである。AK-107 の特徴として、かつてエクマイナス971で用いられたのと似た安定化機構が挙げられる。名前の AK はこの場合、アバトマットカラッシュネコバではなく、アレクサンドロフ・コラッシュニコーフである。 これは従来のカラシニコフ型小銃にユリー・アレクサンドロフが開発した新型のガスシステムが組み込まれているためである。これらの新型ライフルは1970年代初期に開発された技術実証用の AL-7 ライフルに由来する。AL-7 は革新的な自動反動安定化システムとして知られる安定化ガス球団機構を備えており、 これは、反動と重工の跳ね上がりを除去するため、1965年に、ピーター・アンドレービッチ・トクシェブが、12タクマッシュにて開発した、AO-38 で最初に用いられた。この機構は、イジェフスク機械製作工場の若手エンジニアだった、アレクサンドロフによって改良が加えられ、AL-7 と名付けられた試作型が開発された。AL-7 は、 ソ連陸軍が正式小銃として採用した AK-74 と比べて生産するには高すぎると考えられた。それから1990年代まで開発が進展することはなく、すでにアレクサンドロフが年配の技師となった頃になって、アン -94 よりは安価な別の選択肢として設計することを指示された。 この新型小銃とオリジナルの AL-7 の差異は一つしかない。AK-107 のレシーバーには溝がなく3点バースト機能はすでに備わっていた。別の言い方をすれば試作型の AL-7 とほぼ変わらないということである。AK-107 と AK-108 は1940年代に原型が作られた。 カラシニコフ型動作方式とは重要な変化があるとされている。特徴である安定化機構はニュートン力学第3法則を用いている。この機構はそれぞれ反対方向へ動作する2本のオペレーティングロッドを使用することによって反動を安定化するという反動軽減カウンターマスメカニズムを採用している。 二本のオペレーティングロッドのうち、上側の一本が全方向へ作動するガスピストンと、そして下側のもう一本が後方向へ作動するガスピストンとそれぞれ結合している。ハンドガード前端付近にあるガスチューブは、二本のロッドがある都合から前後二つの出口を持つ。ハンドガード上部にある大型のガスチューブカバーは、それぞれのロッドを保護する役割がある。 AK-107 と AK-108 は射撃時にガスが重心のガスポートから分岐してガスチューブに入り込んで2本のガスピストンを前後へ押し、下側のロッドがボルトキャリアを後部に押しやるのと同時に反動を打ち消す、上側のロッドがレールを前方へ押しやる形となる。重要な往復時の動作は両者と連動するよう繋がれた星型の スプロケットによってロッドが共に動き切った後、元の地点まで完全かつ同時に戻るようになされる。このように反動が軽減され、精度の向上と制御しやすい、フルオート射撃を行えるようになる。往復部のストロークは、他のカラシニコフ設計の小銃より短いため、標準的なカラシニコフ小銃より高い、850-900発毎分という射撃レートを誇る。 しかしながら、体感される反動が著しく低減されているため、特に、バースト射撃中での射撃精度が向上していると、製造者は主張しており、その精度は、他の AK-1-00 シリーズと比較して1.5から2倍で、あると報告される。AK-1-07 は射撃モードを変更することができ、セミオートとフルオートの中間に3点バースト射撃機能がある。 AK-107 において、3点射撃はたとえ1、2発を発射している途中であったとしてもトリガーを引くたびにリセットされる。高額及び夜間照準器を備え付けることが可能で、GP-3040mm、グレネードランチャーも装備可能である。AK-108 は AK-107 の5.56、X45mm など弾を用いる派生型である。 他の AK-100 シリーズのようにこれらの新型 AK もピストルグリップやヒートシールドに用いられる繊維強化プラスチックのように化学合成素材を用いている。このような素材は原型の AK-74 やアカムの木製素材よりも費用対効果が高く強靭である。ありがとうございます。